皆さん、こんにちは。早速ですが、本日、介護の仕事を探している方の、とても嬉しいお知らせがあります。はい。現在、東京また神奈川県、介護の仕事を探している方、ぜひ、メッセンジ、また、そうですね、下のコメントをしていただければ、連絡いたします。はい、東京、神奈川の施設なんですが、とても大きい施設で、基本給もとても高い、また、資格などを持っていますと、様々、手当が、手当っていうのをついてきますので、さらに、給料が高くなります。はい、基本給はだいたい、そうですね、20万円から、23万円ぐらいはあります。はい、また、夜勤手当もあります。夜勤働きますと、一回、6000円あります。はい。とても、働きやすい、また、高級な施設です。そちらの施設、対応していただけますと、入社した後、会社の寮に入ったら、10万円を、差し上げます。これは、結婚し、また買い物など、ご利用していただき、ご利用していただければ結構です。また、そうですね、入社した後、半年、また1年間、勉強会、また研修会、たくさんあります。はい。3年から5年の間、福祉士、介護福祉士資格、目指している方、ぜひ、こちらの企業に、応募してください。とてもいい企業です。日本人よりも給料があります。なので、ぜひ応募、していただきたいと思います。なんですが、日本語できない方は、ちょっと別のところを紹介いたしますが、こちらの、施設は、できれば日本語資格なくても大丈夫ですが、会話能力は、N3 から N2 ぐらいの方、男性でも女性でも、大歓迎です。また、介護の技能実習生経験した方、いましたら、ぜひ、メッセンジャー、連絡していただきたいと思います。はい。以上のお知らせです。また、詳しく、仕事の内容、そうですね、応募流れ、面接流れも説明したいと思いますので、ぜひ、コメントした、こ、あの、下のコメントに、連絡してください。よろしくお願いします。